映画のヒット祈願をここで行いたいと思います。ではスタッフの方々、序幕をお願いいたします。はーい。さあ、何かわからんかもしれませんけども、とりあえず拍手してください。序幕いたしました。はい、今作北陸最強の心霊スポットを舞台にした作品のヒット祈願ということで、今日はですね、ここ大阪最強の幸運の神様ビリケンさんにお越しいただきました。で、今回はなんと通天閣にご協力のもとですね、ビリケンさんが普段鎮座しております新世界からここ梅田まで出張してきていただいたものでございます。また映画のタイトルとかけましてですね、牛久ビリケンさんということで、ちょっとビジュアルご覧いただいていいですか、3人さん。片方のね、ビリケンさんにはその牛首マスクを、はい、高橋さん側ですけども、はい、かぶっていただいております。なんかちょっと劇中でね、登場してる牛首に近いものがあるんで、ちょっとふっと思い出す、はい、思い出しますね。ディティールにはこだわりました。コウキさん、高橋さん、このビリケンさんっていうのそもそもご存知でしたか？知らなかったです。幸運を呼ぶ神様と言われておりまして、通天閣行った際にはみんなその足の裏を願い事しながら撫でていくということで。そうなんですよ。そこをね、撫でるということで、だからこっち向いてるんですね。ああ、そうです、そうです。座ってる感じで、そういうことなんですよ。なるほど、はい。今回は感染症対策のために、直接触れていただくことはできないんですが、コウキさん、高橋さん、手をかざして足の裏の方で、はい、頭の中でヒットを祈願しながら、はい、フォトセッションにご参加いただければなと思います。監督がね、このマスクをかぶりたがってたんですけど、はい、OK です。そうなんですよ。サイズ的にはぴったんこだったかもしれませんね。